今回ご紹介するホテルは、釜山駅横にあるアスティホテルです。日系ホテルじゃないので、どうしようか迷っている方も多いと思います。少しでも参考になれば幸いです。それでは行ってみましょう。ロビーは3階って書いてあるね、うん、入口はこっちって書いてある。じゃあこっち行ってみようかも、うん、あ、コンポーズコーチもある。お、どれ？あそこ。あー、ほんとだ。よかったね、うん、真横。すぐ横にはコンポーズコーヒーやコンビニがあってとても便利ですね。ロープがしてあるね。本当だね。営業してないって書いてある、うん、営業しとったらここからも行けるってやつだね、ロビーが3階。閉まる。最上階24階。もうバカになる。なんとかせんと。初階なんか広いね。チェックインです。日本語も対応していましたね。チェックインチェックアウト時に日本語が通じるのはとても安心できます。それでは早速お部屋の方へ向かいます。行きますよ。さあ、入ってきました。一応ハーバービューかシービューかにしたけど、あ、綺麗ね。見える見える。よくない？見たね。こっちもちょっとまだ開くかな。あ、ちょっと開く。外の音が聞こえる。港やね。上から見たらまだ工事しようね。たくさん。うん。閉めて。じゃあ部屋の。こんな感じですね。窓側から見たらこんな感じ。上の方は、天井はまあね、このままね。で、ここに、カウチっていうかね、うん、がありますね。で、USB がある。USB と、これ電気やろうね。マスター電気。電気はいろいろ。で、モニターも、モニター綺麗ね。うん、クリアだね。うん、で、紙コップと冷蔵庫。まさかこっちか。どこのホテルもそうやけど、扉が逆なんよね。どこのホテルもっていうか、今日そういう泊まったホテルも、うん、こっちから入ったらいいのに
逆からから入ったし、アラカン、何アラカンコーヒーまだ違う中またアラカンじゃない。で、あとここもあれだね、パジャマじゃない、よかった、ここ使い捨てだ、スリッパが。金庫、これもなんか小高津湾とか最新式わからない、うん、してみよう。これはアンティスモークマスク、あ、カジサイの時ね、うん、あ、そこ使うよね、どれってどう開いてみらんとわからんもんね、うん、で、ハンガーが2人で7本もある、いいね。お風呂、お風呂ユニットバスタイプで、お、あれだ、トイレの横のやつのやつ、ウォシュレットそれそれ、ちょっと角度が面白いね、このタイプ、うん、シャワー、そうね、足は上に出さないかん、足は上に出して寝転ぶタイプ、うん、これ何やろ、ポーションスリーピー、スリーピーじゃない、スリッピーやった、スリッピリーって書いてある、これは分からんね、タオル、アロマセラピー、セラピードライヤーがここね、と押したらずっと鳴るタイプ、押したらずっと鳴る、結構風強かった、今ちょっとドライヤーで飛んできた、ソープとヘアキャップ、耳かき、なんか、あ、綿棒か。なんかタオル。タオルって。歯ブラシがあるね。歯ブラシがある。なんかカチャカチャなんだ。あ、ここにコンセントが1個。デカコンセント、これ1個かな。下に2個ある。この下に2個。あと机にもなんか USB とコンセント。日本のコンセント何かな。これ抜いたらダメっぽいよね。日本のコンセントがないね。でも USB があるけん。全然 OK じゃない。はい、ヘアアイロンとか、そうね、変圧器がいいね、よいしょ、ルームサービスがある、そんな高くないよね。それでは今からトコジラミチェックを始めます。ベッドの四隅ね、お、綺麗ね、もうめちゃくちゃ綺麗な、うん、心配ないね、心配ないねじゃなくて心配ないねこりゃ一応こっち向いてみるか、うん、もうベッドが綺麗もん、全然 OK やね、うん、さすが敏感やろうけんね、そこら辺はね、ホテルとしては問題なく泊まれそうです。